はい、今日はハムカツをハムじゃなくてベーコンでやったらもっと美味しくなるんじゃないかと思ってやっていこうと思います。検証動画ですね。ではやっていきます。まず付け合わせの野菜ですね。キャベツを千切りにしていきたいと思います。はい、千切りができました。水でさらしていきます。はい、次にハムですね。これを並べていきます。はい、そしたら今度はチーズ。チーズですね、半分のっけていきます。はい、重ねて、はい、こんな感じです。次に天ぷら粉みたいの、衣みたいのを作っていきます。少し濃いめがいいですね。はい、できました。そしたらパン粉をつけていきたいと思います。まず液につけて、ちゃんとまんべんなくつけてくださいね。次にパン粉、左ヒーターの余熱が完了します。ちょうどいいタイミングですね。はい、それでは揚げていきます。はい、揚がってきました。それでは取り上げていこうと思います。はい、まず皿を作ります。キャベツ、マヨネーズ、
ミニトマト。レモン。はい、お待ちかね。お待ちかね、カツを切っていきます。とろっとこないですね。まあいいや。はい、ベーコンカツの完成です。はい、それではいただきます。うん、わあ、うまい。チーズどっか行っちゃいましたね。うん。食べたいでしょ。Mm-hmm.